こんにちは。今週は自転車の整備を頑張ってます。道具がいっぱい出して手が汚くなってる。この自転車は最近使わないから、ちょっと錆びてきてる。ちょっと手入れが必要になってきてるから。まあ今週はちょっと頑張ってみよう。まあ売るかな、売り出すかなとも考えてるけど、結構好きからそんなに売りたくないんだけど、そんなに使わないから売った方がいいかな悩みながらとりあえず整備しようと思って、で最初の一日の朝見てから何すればいいか分かんない。でとりあえず洗ったで洗ってから、じゃあ次は何だろう。で、まあ、でも少しずつタイヤ交換したり、ブレーキケーブルを交換したり、今ブレーキの調整して結構綺麗に動いてる。ちょっと意外にびっくりしてる。こんなになんか機械的な作業を多分人生でやったことない。もう2日半ぐらいはやってる。で前からちょっとなんかこういう仕事作業がちょっと怖いかな、なんかちょっと恐怖症かな失敗したらあれとか、分かんないあんまり理論的な気持ちじゃないんだけど、でもなんかちょっと慣れてきてる。ちか落ち着いてからやりだしてから、まあ最初はちょっと難しい、何すればいいか分かんないんだけど、なんかやりだしたら音楽つけてティー飲みながらなんかちょっと楽しくなってきてる。だからまあ人生で初めてこんなに自転車作業するで、ちょっと楽になってる。だからまあ最初の部分が難しかったけど頑張ってよかった。でまだ途中だけど、ちょっと調子がいい、また調子がいい自転車に戻ってくるんじゃないかとはちょっと自信持ってるようになってきてる。まだやったことないものもあるだけど、このボトムブラケちょっと揺れてるから、それ交換したことないだけど、まあインターネット見ながら YouTube から教えてもらってなんか頑張ろうはい、今日も見てくださってありがとうございます。